はい、どうも、セイリーです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。今回、頂上決戦にやっていきます。今回 100% スキルモードですね。では、行きましょうか、頂上決戦。スキルモードは、よっしゃ、先生取ったね。先生が非常に強いもんな。絶望、幼女、薬剤機さんかな。シェン取りましょう。りょうとシェン、ハオマルきたー、チート列山出たよ、出たー、バン来ましたよ。 UR ですけどアテナより強いやろ。向こうは出たメリオダス嘘やろ。そんなことあるの。メリオダスバン出たけどメリオダス出されてたなあ。ちょっと待って、シェンとバンが並んでるよこれ。ほら完全にこれキャラ似てますもんね。マジか。てかメリオダスか。シェンどうしようかな。シェンは置きにくいね。メリオダスいるから、これでいこうかな。バースは置いとこう。メリオダス頭に置いてますね。状態異常。状態異常に耐性ないでしょ、メリオダス。それやったら、これ怒りダウン入るでしょ。確か状態異常に耐性はなかったと思いますけど、めまいも入った。ほら、めまいと怒りダウン両方入ってるわ。これは、バンちゃうわ。メリオダスは状態異常で攻めたいな。じゃあ状態異常攻めしたいね。サブリッツボール、オメガちゃうわ。名前出てこうへん。こうバースゲージたまりますね。さあここメリオダス怒り下げしに行こう。このあれですよね、バンのスキルも怒りダウンはあったはずですよね確か。これ怒りダウンがめまいしたよ。怒りダウンしてるんかな、ちょっとわからんからセンプレスダウン打っとこう。めまいしたし、怒りダウンもハオマルで入れた。セスが来ましたよ。さあマックス入り身。バンは状態上耐性はそんなにないんかな。これはねこのままいきましょうかね。バンは必殺使われへんね。状態上耐性なさそう。これハオ昇降拳打つとこのクラウザ倒しそうなんですけど、どっちにしろ倒しそうかな。どう？どっちにしろ倒してるわ。いやメリオダスやばい、打ってくるんちゃうかな。メリオダスは溜まってる。バースはダメージカットあるんですけどね。さあアテナも来ました。ここでもこのセスさえ倒せばまたメリオダスに状態上入れに行けるよね。うおーマジか。極円強っ、極円やばいって。アテナ出そう。マジで今のアテナ出してこういっとこう。でもバン踏ん張り6回でしょ。こういこうか。こういきます。でアテナは使う。もうここは一気にメリオダスを、状態上入れながらアテナ叩きに行きたいな。さあいけバン。うおー結構ダメージ取るやん。そんなに思った以上にダメージ取った。いいね。金庫も入った。金庫も入ったし、怒りダウンはアテナに入れとこうか。アテナに入れましょう。これ入るかな、めまいも。うおー、めまいしたよ、アテナも。よしよしよし。結構状態上攻めが効いてますね。ゼロきた。一体出し。これもこのまま前、このままいきましょうか。このままいって。これ、バンはでも後ろの方がいいんかな、バースより。噛みちぎりそろそろ来ますよね。こうしとこうか。こうしときます。こういって、おおいいね。バンのスキルめちゃくちゃめまい入るけど、これ確率何倍やったかな。だいぶ高確率でめまい入ってますね。あれ打てるの、それ打てるか。いやそんな減らへん。でも噛みちぎり打ってきたけどそんなに減らなかった。でもめまいしてもうたな。そうしたらこういかなあかんな。バン前にしよう。さあいけ、仲間を打ち砕いていけ。この清水減らしていきたいねやっぱり。ドーン、いいね。状態上耐性がないからね。めまいしまくってますよ。めまいと怒りダウンしまくってますね。さあここは出た、黒ゼロとゼロゼロと黒ゼロ出てきた。バース頑張れ。バース耐えろ。バース耐えろ。耐えろ、耐えてくれ。極円、うわー極円厳しい。これバースはもう復活できないからこっちにしとかなあかんな。ここはもうバンの見せどころやね。バンがどれだけ耐えてくれるか。さあここ黒ゼロ倒しに行きましょう。バースも当然使う。バースそこか。そこやったらこっちやね、叩くキャラは。お、やばい。うおー、旋風裂弾はこっちか。これで黒ゼロも倒しましたよ。あとはもうバンに頑張ってもらうしかないな。踏ん張りまくってっていう感じ。まだ聖水がでも5個ありますよ。聖杯5個あるんでだいぶ耐えるやろここは。これで残りは 4個。今回復できたんかな。メリオダスはシェン打ちましょうか。シェン打ってどんどん減らしていきたい。シェン打ってバンも打とう。あれ、そこ飛んでいくのなんで、なんでそこ飛んだ今。なんかあれがあるみたいですね。なんかマークとかつけてそっちに飛ぶようになってますね。めちゃめちゃめまい入る。ほぼ 100% めまい入ってるっすよ、メリオダス。状態以上にほんまに弱いな、このキャラ。テリ出てきましたね。さあ、黒ゼロ。黒ゼロならゼロ。オリジナルゼロが打って。バスターウルフ。さあ、見せてくれ、防御型。硬いよ。防御型見せてくれ。いいね、いいね。ゲージ溜まってるね。聖杯は3個ですね。3個やったら耐えるかな。微妙ですけどね。微妙ですけど、このままいこうかな。このままいって。ここは、これはテリーに飛んでいった。ワンパンではないですね。ワンパンではないけど。ああ、バース、そこ飛ぶんか。そこ飛んじゃうのか。これでゼロはやけどで倒せそうか。わあ、ギリギリや。さあ、メリオダス。これもう向こうの人キャラいないんじゃないの。キャラいないとしたら、時間で勝てますよね。時間というか、キャラ人数で。あと2回踏ん張れますけど。やばいやばい。これでもう聖杯があと1個や。あと1個ということは、非常にやばいかも。そうか、メリオダスが次必殺打ってきたとしたら、やばいっすよね。どうしよう。こういっとこうか。バンが回復してっていう感じかな。これで、あ、金庫入った。ってことは、これ無理にバン使う必要ないわ。復活されるからね。こういっとこう。めまいもしてほしい、できれば。めまいした。いいね。よしよし、復活も阻止したよ。これで必殺は使えないでしょ、向こうは。うん、ここでバンが耐えたら、これ勝ったでしょ、勝ったでしょ。うおー、やったったバンでメリオダスを下した。これはなかなかのいい感じの試合じゃないかな。いや、やったったよまさかメリオダスをバンでね、下すっていう下克上ですよね。ただメリオダスが状態以上に弱すぎて、結構頂上ではやっぱり怒り下げとかめまいとかされまくると持ち味を生かせないっていう感じもするんで、なかなかね、それを逆手に取った感じで、うまいこと戦いましたね。いやー、よかったわー。ちょっとバンがね、好きになりましたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。